さあ、じゃあなんでですね、新日本プロレスはここからどう変わっていたか、2005年から後の話をしましょう。2005年の実はですね、11月に猪木さんが新日本プロレスの株を手放します。つまりオーナーではなくなりました。ユークスというゲーム会社がオーナーになるんですね。でこれも猪木さんはもう新日本プロレスにあんまり興味がなくなったというか、ここではもう俺の書いたレシピは再現してもらえないなと。あとはまあ実際お金に困っていた部分もあったのかもしれません。手放しまして、ユークスというゲーム会社が親会社になります。選手たちも結構抜けました。さあ、新日本プロレス、どうしよう。今までもうお客さんがあんだけ行列がいたのにもう全然いなくなって。ああ、なんとかもう一回ちょっとお客さんを戻したいね。ってことで、立ち上がったのが、棚橋。ここ結構キーポイント。猪木さんがいなくなったと同時に若いシェフが出てきたんです。で、会社としてもこう見直すわけです。今まで俺たち強さっていうのを商品にしてきました。強いのどうですか、ここにありますよ、どうってやってきました。だけど、いや、格闘技ってものが出てきて、なんかもっと強いのが出てきた。これはもううちとしてもラーメン一本でやっていくのはダメだなということで、じゃあラーメンをやめてファミレスにしようじゃないかという決断をここでするわけです。新日本プロレスはファミレス化するんですね。こう、はい、ラーメンはもちろんあります。昔からの猪木さんが作った懐かしの醤油ラーメンというメニューは残しつつも、ハンバーグセットもあり、パフェも置きましょう、流行りのパンケーキも置いてみましょう、抹茶パフェも入れますかみたいな感じで、いろんな味をメニューを増やしていったんです。その結果がいろんなレスラーたちが現れてきた。例えばコスチュームの話なんかによく現れてると思うんですけども、最初に言いましたよね、ストロングスタイルの時っていうのはメニューが1個しかなかった。ストロングスタイルっていう味なので、選手が身につけてるコスチュームを全員、ほぼ全員黒いパンツ、黒いシューズ、もうこれしかなかった。醤油ラーメンしかなかった。だけどもファミレス化することによってメニューを増やしましょう。なので今もうコスチュームすごいじゃないですか。金があったり銀があったりね、それから黒だけじゃなくて、むしろ黒履いてる人って少ないぐらいじゃないですか。そういう感じで変わっていったんです。で、新しいシェフ、棚橋博士だったり中村慎介だったり真壁陶器だったり、ちょっとね端になっちゃいますけど、こういう若いシェフたちにどんどん新しい料理を作らせたんです。昔ながらの味にこだわることなく、新しいメニュー作ってごらんって言ったら作り始めたんですね。今までになかったこの独創的な創作料理も作り始めたんですよ。で、よりこれまでは男のファンばっかりの行列だったところが、ファミレス化することによって小さなお子さんたちも増えた、それから女性も増えたということになります。それが今の萌えプロにつながってるんですね。はい、大事なのは、ファミレス化したからといって、じゃあ醤油ラーメンもう食べられないのか、そんなことはないです。やっぱり一応メニューにはこうやって見たら、まあ後ろの方かもしれないけど一応あるんです。で、中村選手もやっぱりね、醤油ラーメンの味も出すのは出せるし、まあ、柴田選手なんか分かりやすい例ですよね。もう醤油ラーメン出しますっていう人だし、残ってるんですよ。で、それはやっぱり伝統ですよ、新日本プロレスなりの。だって42年ですよ、1972年から旗揚げで、僕より年上ですよ。42年の歴史がありますから、これはね、日本のプロレスで一番古いんですよ、最古の歴史ですよ。だから猪木さんの残して言ったレシピっていうのは未だにやっぱりあるっちゃあるし、で、今回本にも書きましたよね。新日本プロレスはその入門テストというのがあって、入門テストをクリアした人のみがまずは練習生になることを許されて、まず練習生ですよね。で、寮に入ると、で、ここに入ると
もう自由は一切奪われるわけですよ。携帯電話は没収、インターネットもできません、実家と電話するのも勝手にはできません。許可制です、はい、で24時間もう寮の中で暮らしてプロレスのトレーニングをひたすらすると。である程度認められたらデビューができると。でここで初めてプロレスラーですと。でここで、そうそう、さっき、あと丸坊主ね、丸坊主のしなきゃいけない。でここでようやく髪も伸ばしていい、ひげも伸ばしていい、ツイッターアカウントも取れるとか携帯も OK とか、外出できるようになります。外出もただし23時まで、門限も付きですよ。でこういうのを経て、でやがて、まあ、この後は海外遠征ってのもあるんですけどね。一回外国行くんですよ。で外国行っていろいろちょっとこうプロレスの勉強なんかをして戻ってきて、ようやくまあ一人前かな。でもブレイクできない可能性だと思いますよ。パッとしないこともありますから。だからすごく段階を経てプロレスラーになってんですよ。これはね、あのインディー団体と言われるところにはない、今プロレス入門テストを行ってない団体もあります。まあ、例えば、ね、DDT なんかも入門テストやってません。まあ、それがいいか悪いかはここで置いといて、僕は新日本プロレスのこういう伝統を大事にしているところはとっても好きです。やっぱりこうあくまでもハードルをくぐった人だけがなれるんだよって。まあ、新日本プロレスのねロゴマーク、ライオンじゃないですか。やっぱ谷底に突き落とされてそこから這い上がった人だけがっていうところが僕は割と好きですね。女子的にはどうなんですか。あんま関係ないですか。いやでも私あんまそんなジャニーズも詳しくないんですけど、はいはいはい、ジャニーズもなんかそういう寮入ってみたいなイメージ、はいはいはい、ね、先輩後輩があってね、すごいなんか今分かりました。なんかその花があるっていうのは苦労してるから、はいはい、そうなんですよ。やっぱりね、下積みがあってからのスターですよ。で当たり前ですけど、これもあの1日でも入門が早ければ先輩ですからね。あ、年上下とか関係ないです。例えば、そうですね、永田裕二選手、永田さんは今現在46歳、小島さとし選手は44歳ですけども、小島さんの方が先に入ってるから小島さんの方が先輩ですとかね、柴田勝頼選手と棚橋宏選手、年は棚橋選手の方が上ですけども、入門は柴田選手の方が先なので先輩とか、こういうのよくあります。入った順なんですね。入った順なんですよ。そうするともう先輩の言うことは絶対。今の新日の一番上って誰なんですか。一番上はスーパーストロングマシーンという選手ですね。知ってます？わかんないですか？スーパー、みんな知ってるんですか？あのスーパーササダンゴマシーンって言うやつ。はい、あの元ネタ。あ、そんなちょっと今ショックです。あ、そうね。あれがオリジナルだと思う。まさか模倣だったなんて。あっちがオリジナルだと思いました。違うんです。ちなみにあの愛してますっていうのは棚橋さんがオリジナルですからね。アブドーラ小林さんではありません。崩れ落ちそうですね。あ、本当ですか。まあ、そういうあのカバーの方から先に入るっていうパターンもね、胃の中の変わず感を今すごい感じております、はいはいはい、でもやっぱりあれですよ、あの新日本プロレスってものがまあその最初のこう、だ僕は今回その萌えプロっていう本を書くにあたってたまに言われるんですよ、プロレスさんから。あれ、新日本プロレスから載ってないじゃん、この団体は載ってないんですかって言われるんですけど、あくまでもこれは入り口として書いた本なので、まずは僕はここから入っていただいて、で興味持って好きになったらあとはもう他の団体をどんどん行ってくださいあれですね、初級編を抜かしてしまったって感じですね。そうですね、楽しめてないですよね、はい、ただこれはね、でも大森さんもしょうがないところがあると思います。なぜなら僕らはその年齢的にね、だんだんそういう新日本プロレスってものがあって、そこからいろいろこう枝分かれして今もう数が増えてるっていうのを見てますけども、その年代的にほら、年齢的にそんなにね、もう好きになった時はもういきなり近くにやっぱ DPG があったり DDT があったり大日本プロレスがあったりじゃないですか。それはもうしょうがないと思います。時代です。